皆さんこんにちは。岡山シーガルズの神田千恵です。今回のテーマはレシーブです。足はアンダーパスよりも広めに開いて前後にします。膝とつま先が同じ方向に向くようにまっすぐして構えます。かかとは上げずにしっかりつけておきます。そして膝と足首の力を抜きます。手の位置は上にも下にもどちらにも対応できるように胸の前に置いておきます。ボールの勢いは手で殺すのではなく膝を使ってカットをします。膝は返す方向に向かって入れます。肩は後ろに引くのではなく前に倒してレシーブをします。それではレシーブのおさらいをします。足は前後にしてパスの時よりちょっと開く。膝とつま先は同じ向きに。かかとは床につけてすぐに動けるように。手は胸の前に置いてどんなボールにも対応できるように。カットするときは手ではなく膝で。膝はボールを返す方向へ入れる。後ろに反らさないように肩を前へ。レシーブが上がらないとゲームは続きません。攻撃への第一歩がレシーブなのです。これさえできればきっとあなたも V リーガー